こんにちは、くーたろうです。前回もね、挨拶の方したんですけど、長野県の動画ということで改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さて、本日の動画なんですけど、一応ね、初詣シーズンということで諏訪大社に行ってきました。実はね、これ1年前の映像なんですけど、まあ一応ね、シーズンが被るということで今日載せることにしました。それでまあ皆さんご存知の通り、諏訪大社には4つの神社があって、で前回は下社の2つの神社を紹介しました。今回はですね、上社の2つの神社を紹介していきたいと思います。でここからなんですけど、ちょっとした神話のお話をしたいと思います。諏訪大社に祀られている竹南方の神のお話となります。興味のない方は飛ばしてください。で神話なので話半分に聞いていただけたら幸いかと思います。また戸隠神社の動画でも神話の話を出しております。今回はその続きとなるような物語ですので、興味のある方はね、戸隠神社の動画まで遡っていただいて見ていただくと時系列で終えるかと思います。時はですね、スサノオノミコトの義理の子供、スサノオの娘と結婚した大国主の神の時代のお話です。大国主の神は出雲を中心とした王朝、早く言えば地上を治めていた神様なんですよね。でそれをね、いい風に思っていなかったのが天上界の神、高天原にいる神、天照大神なんですよね。天照大神は自分の子孫でもない神が治めてるのがどうも気に入らなかったようで、ちょっとね、名前覚えてないんですけど、自分の子供なんだか孫なんだかわからないんですけど、その神にね、地上を治めろと圧力をかけるんですけど、でも地上には横島な心を持った神々がたくさんいて、もう手に負えませんと天照大神に言うんですよね。で天照大神とまた出てきました重い金の神がね、会議を開いてですね、なんとかせねばならぬということで刺客を何名か送るんですよね。ただね、その刺客がね、もう本当にいい加減というか、一人はね、行ったはいいんだけど、もうなんかやってらんねえと、なんで自分がこんなことしなきゃ、そんなめんどくせえことしなきゃいけねえんだっつってバクれるんですよね。でもう一人は大国主の娘に恋愛感情を抱いてしまって駆け落ちしてしまうんですよね。その後もですね、対策を講じるわけですけど、ことごとくね、失敗してしまうわけですよね。でもう高天原のね、神々がね、頭を抱えるんですよね。でもうこれはもう最終兵器を出すしかないということで、竹三日月の神という神様をですね、派遣させるんですよ。で竹三日月の神がですね、大国主の神のところに行って話をつけに行くんですけど、その時にですね、大国主の神の子供、琴城主の神とやっと出てきました竹南方の神がちょっと反対をするんですよね。ただね、八重琴城主の神は一目見た時にもう、あ、これはダメだと思ってすぐ折れちゃうんですよ。いやいや、ちょっと無理ですとでもう一人の竹南方の神は戦いを挑むんですけど、千人でやっと動かせるような岩を簡単に持ち上げるくらいのパワーを持っている竹南方の神でも全く通用しなかったわけです。そんでもう自分の命が危ないと、で逃げてきたのが長野県の諏訪市。そう、ここの地に竹南方の神が逃げてきて、もう命だけは見逃してくださいと訴えかけるんですよね。でまあこの地から出ないことを約束として、竹南方の神はこの地を治めて、で今ね、祀られている諏訪大社の御祭神が竹南方の神なんですよね。本当にね、しょうもない、どうでもいい話なんですけど、まあ、これ古事記ですからね、古事記からもうそういう伝説がこの諏訪という地にあったということをね、お話ししたくてこのお話をしました。ということでですね、諏訪大社の御祭神に竹南方の神とですね、その妻である八坂乙女の神、そしてちょっとお話にも出しました八重琴城主の神ということになります。で結局なんですけど、そのお話はね、天照大神側の勝利となって、天照大神の子孫がこの地を治めることになったそうです。ただもともと出雲の国はですね、大国主の神が治めてたということで、なんか参拝法が違うらしいんですよね、出雲の国って。出雲大社か、
普段はね二礼二拍手一礼だったと思うんですけど、二礼四拍手一礼だったかな。まあそんなねなんか宗教上のちょっと違いなんかもねあってすごく面白い話ですよね。まあ確かにね神話って信憑性が薄いことばかりなんですけど、昔からねこういうしきたりがあるという事実は事実なのですごくね興味深い点がありますよね。それからこの辺一帯は昔から遺跡がたくさん発掘されているんですよね。縄文時代とか弥生時代とか、やはり竹見方の神が開いた地ということでそういう文明が発達したとも裏付けであるんですよね。ちょっとね話が長くなってしまいましたが、こちら諏訪大社神社本宮の方に到着しました。参拝前でね失礼かもしれませんけど、朝から何も食べていなかったので昼食として先にラーメンを食べることにしました。ラーメンカフェフラットさんというお店ですごく珍しいねトマトつけ麺というものがあったので、温かいトマトつけ麺をいただきました。こちらミートソースのねスパゲッティっぽいですけど、ご覧の通り全粒粉の麺が使われております。タバスコ粉チーズなんかもありました。でこのトマトつけ麺、私いろいろねラーメン食べてきた中でトマトつけ麺だったらこのお店が一番美味しく感じました。ただこのお湯が溜まっているものはちょっと切ってもらいたいかなという個人的な意見で申し訳ないんですけどそう思いました。で卵を半分にしているところなんですけど見事に失敗しました。粉チーズをかけるとね濃厚さがアップしますので、こういった食べ方も大いにありだと思います。何をね食べようか迷っている方、このねトマトつけ麺すごくね美味しいのでよかったら食べてみてください。それで嫁さんはね普通の醤油ラーメンを食べておりました。去年はですね御柱祭りが7年に一度の年ということでありました。木落とし縦御柱川越という大きなイベントを経て新しい御柱が鎮座していることと思われます。こちらが諏訪大社神社本宮となります。裏にね山があるんですけど御神体に森屋さんと言われております。ちょうど真ん中に門があったと思うんですけど、その道を行くと本殿ではなくて、まあご存知の方多いかと思いますけど、このように兵拝殿や社殿のみとなっております。諏訪大社に本殿がないのも特徴です。熊田空太郎チャンネルの名物となっているおみくじやってきました。翡翠みくじとそれから黒曜石みくじっていうのがあって、私はね翡翠みくじをやってきました。番組の最後にね中身とそれから答え合わせの方もしていきたいと思います。こちらの建物が直眼殿となります。拝殿と違って個人の祈祷を行う場所です。こちらの建物が御堅牢といいます。国の重要文化財にあたります。直眼殿とつながっている通路ですね。明治時代にですね暴風雨によって近くの大欅が倒れて神明社が倒壊してしまったんですけど、神明社の中にいるね神明は十数メートル飛んだくらいで被害が全くなかったそうです。時あたかもですね日清戦争が勃発した頃で、大明神様がもしかしたら神明に乗ってね戦場に向かわれたんじゃないかなんてね、そんな伝説が残っているそうです。ちょっと先ほどの神話の補足なんですけど、竹見和土の神と竹見中田の神がね腕試しをするっていう話したんですけど、相撲の発祥がなんとねその一戦だと言われております。取り忘れてしまったんですが、長野県出身のあの伝説の力士雷電多明門像が境内に立っておりました。東御出身なのになんで像が立っているのかなってずっとね気になっていたんですけど、あそういうつながりがあるのかってね今アフレコしてる時に気がつきました。さて続きましてはもう一つの神社の神社前宮の方に移りたいと思います。下社の春宮秋宮と同じようにね、距離が近いのですぐ着きます。一応今回の動画は諏訪市ということでやらさせていただいているんですけど、
厳密に言うと茅野市に前宮が存在します。それから前宮は武見方の神が一番最初に住んだ場所とも言われております。なので諏訪大社の始まり起源は前宮からとなります。道を挟んだ向かいが諏訪大社、上社、前宮となります。前宮はですね、山の斜面をずっと登っていきますので雪が積もってる場合大変ね、危ないです。なので気をつけて向かってください。目の前にある建物が実験楼と言います。昔から重要な神事が行われた場所です。現在でも御頭祭と呼ばれている神事が毎年行われております。御頭祭というのは鹿の首75頭などを生贄として捧げるという神事です。現在では剥製をね利用しているとのことなんですが、それがねずっと続いてたということを、ね、想像するとちょっと恐ろしいですよね。こちらの御柱は去年の1月に取ったものなので建て替える前の御柱となります。下社の動画の時からですね、諏訪大社には本殿がないと言ってきたんですけど、ここ前宮にだけは本殿が存在します。過去の動画にですね、諏訪大社の難読漢字というものを出しております。この動画と下社の動画をご覧になっていただいた方にはね、簡単に解ける問題ばかりとなっておりますので、よかったら挑戦してみてください。それでは去年買った翡翠みくじの内容とですね、去年がどんな年だったのか答え合わせをしていきたいと思います。中には翡翠が入っておりました。今もね大切に財布の中に入れております。去年の運勢は吉でした。まあ当たり障りない、確かにその通りだなと思います。運勢は時が来れば思うようになる、しかし家の中で不和起こり災いが生じることもある、特に男女の間を慎むこと。なんか式場あれば妨げ起こるとかね、男女間のトラブルを結構指摘されております。病、思い、心身が第一ともね書かれておりました。去年は特に何もなかったのでお諭しの通り気をつけていたのでしょうかね。それからこちら諏訪でねよく取れる黒曜石のおみくじを嫁さんが引いてきました。これはもうね一度中身を見ているものです。おみくじの内容はお見せしませんが、こういったね黒曜石も入っておりました。気になった方いらっしゃいましたら翡翠おみくじ、黒曜石おみくじを引いてみてはいかがでしょうか。あ、運勢だけ見せておきます。大吉だったらしいですね。その感覚があったのかちょっとねシーンを聞いてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。